こんにちは、安藤祐介です。今日は介護の上級者がやっているりょうささんの立ち上がり介助がさらに楽になるちょっとしたコツをお伝えします。それではお伝えします。一部介助レベルのりょうささんの立ち上がり介助をするとき、どのようにやっているでしょうか。よくあるのが、このように前からお互いの腕や肘を持ち合ってまっすぐに介助をする、こんな方法じゃないでしょうか。基本的にはこれで問題ありませんが、さらに楽にりょうささんの力を引き出しながら介助したいときは、軽く腕を内側に向ける動きを促してみてください。やってみると、お互いに腕や肘を持ち合って、ここからただまっすぐじゃなくて少し腕を内側に向けながら立ってもらう。もう一回やってみます。本当にわずかな動きです。ここから腕を少し内側に向けながら立ってもらう。ありがとうございます。これだけで足に力が入りやすくなって、マスクの時より立ちやすくなる方がいます。これは逆をやってみると違いがよくわかります。試しに今度は腕を内側じゃなく外側に促しながら介助してみます。同じように腕や肘を持ち合って、内側じゃなく外側に向けながら介助してみる。なんか立ちにくいのがわかるでしょうか。もう一回いきましょう。外側に、はい、ありがとうございます。じゃあ今度内側行ってみましょう。はい、はい、ありがとうございます。だいぶ違いますね。はい、で外側に向けると体が後ろの方に行きやすくなるんですが、内側に向けると足や前の方に重さが乗りやすくなって、立ち上がりにつながりやすくなる方がいます。このアングルからもう一度やります。腕や肘を持ち合って軽く内側に促しながら立ってもらう。もう一回やります。軽く内側に促しながら立ってもらう。こんな感じです。はい、いかがだったでしょうか。この介助は手に力を入れて無理にねじろうとすると、相手の不快感につながったり、緊張を高めて逆に立ちにくくなってしまう方もいるので、手は常に柔らかく、ねじれも軽くアクセントを加えるくらいな感じでチャレンジしてみていただければと思います。こういった相手の動きを大切にする関わりや介助にご興味がある方は、谷口進先生が提唱される楽な動きの学習、シンプルラーニングで検索してみてください。それでは今日の話は以上になります。あなたの介護応援しています。ありがとうございました。